杉浦がふわっと出したボール、宮崎キワラには合わない。ふわっとここは金沢ボール。PK だ。あ、PK ですね。エリアの中ですか。さあここでキッカーは倒された宮崎キワラが自ら蹴ります。決まりました。落ち着いていました宮崎キワラ。先制点はついに金沢。前半6分です。いや落ち着いてましたね。そうですね。まあ、しっかりとゴールキープ、キーパーの花崎を見ながら、はい、冷静に決めましたね。はい、ボックスの中、一旦外に出します。正確なコースがある。フリックした。跳ね返ったところ。ポストが邪魔をしたか金沢。これは冷静にやった方がいいですよ。そうしたらもうフリックした。ここ狙わず縦につけるボックスの中まだある。秋山狙った、決まった、同点ゴール。後半入った秋山同点ゴール。いやっていうか今週ああさあ打った、わずかに左。17節名古屋戦で得点を決めた名古屋、金子が入りました。さあパス、その金子、佐藤金子のホットラインが決まりました。変わって入って1分2分も経たないようなこの短い時間のうちに大仕事をやってのけました。金子今シーズン2点目、前回の名古屋戦に続いて名古屋戦キラー金子が2点目ですね。素晴らしいゴールをゲットしました。さあこのゴールがどう作用するか。ここもまた攻めるのは金沢。シンプルに上げてきたヘディング、3点目。今度は佐藤、主役が入れ替わります。ドンピシャリのヘディング、ボレーシュート狙ってきた、こぼれたところ、ここは白井がキャッチ。ここで笛、黒田主審タイムアップ。中下監督、選手に拍手を送るシーンというのは本当に久しぶりな感じがします。まあでも本当によくやったというふうに思っているんじゃないですかね。で90分しっかりと自分たちのコンセプトを貫いた結果、勝利だと思いますね。はい、ご自身のゴールシーン振り返っていただけますか。まあ龍馬からすごいいいボール来たんで、まあ、最近結構いいボール上げてきてて決めることできなかったんで、まあ、今日はアシストつけてあげることができてよかったので、よかったです。まあ、今回1万人以上は、次回も、これぐらい入ってもらえるように、お願いしたいと思います。